赤坂今井墳墓は、京都府京丹後市峰山町赤坂にある、弥生時代後期末の墳丘墓である、国の史跡に指定されている、東側から見た赤坂今井墳墓,墓南側から見た、赤坂今井墳墓,墓北西側のテラス福田川と、竹野川の分水嶺付近、中軍盆地から網野町方面に抜ける細い谷を、見下ろす、丘陵上に立地する。 西から伸びる丘陵尾根の先端部に大規模な土地改変を施し築造された、石頭型水系の噴球墓である。噴球の規模は、底辺が南北39メートル、東西36メートル、高さ4メートルで、噴頂部に南北27メートル、東西25メートルの平坦名を持つ。噴球その西側は、尾根高所との境に、地山作でによって、 幅9メートルのテラス上平坦面を設け、森土に寄ってきた東、南側に幅6メートルのテラス上平坦面が作り出されている。埋葬施設は、墳頂部の平坦面に6基、墳急裾の平坦面に19基が確認されている。移行保存のため、間掘りされた埋葬施設は11基に止まる。棺の形態は、船底上木管三基、組合式箱型木管六基。 土工墓三期、河原家棺一期である。中心埋葬は南北14メートル、東西10.5メートルの方形墓口を持つ、墳長武平端面の第一埋葬とみられ、棺は長軸7メートル短軸2メートルの船底上木管と推定されているが、館内は調査されていない。頭飾りが出土したことで著名な第四埋葬や第2.3埋葬は、 1> 第一枚層と切り合い関係にあり、第一枚層が初葬であったと考えられる。第一枚層の聖変には、早々儀礼に伴うと考えられている柱穴が、南北に四基並んでいる。第一枚層の母校場で出土した土器から、弥生時代後期末に築造されたと考えられる。また、チョコレート色の態度に、角栓石を含む壺、ヒカゴ状を取った壺など、 多くの立ち行きからの搬入土器が出土した。第一枚葬を切り込んで構築された第四枚葬からは頭飾りと垂れ飾り具が被葬者に装着された状態で出土した。頭飾りは壁玉製果玉、緑色の鉛バリウムガラス製魔が玉、青色の鉛バリウムガラス製果玉で構成されていた。青色の鉛バリウムガラス果玉の着色要因として古代中国の顔料、 カンアオが使用されていた。第4埋葬の筆底テーブ中央には、三重県、入鉱山産の新社から調整された種が、京都府道17号、網の盆山線の拡幅工事が計画され、開発区域内に中世山城の今以上が含まれていたことから、平成10年度11年度の2カ年で、事前調査が実施された。その結果、山城の資格と想定されていた、方形土壇が、 弥生時代後期末の巨大な噴球墓であることが判明した。また、長軸14メートルの巨大な中心埋葬をはじめ、噴丁部及び周辺平坦面で計13基の埋葬施設が確認された。新たに発見された遺跡は地名から赤坂今井噴球墓と命名された。京都府は道路工事の広法を変更することで遺跡を現地保存することを決定した。峰山町は 史跡指定と史跡公園の整備に向けて平成11年度中に遺跡地の大部分の公有地下を終えた。峰山町は京都府文化庁から遺跡の重要性と範囲を明確にするよう指導を受けたことで平成12年度から平成15年度までの4カ年で範囲確認調査を実施した。2007年7月26日には国の史跡に指定された。 2010年3月23日には出土品が京都府指定文化財に指定された。本来は5期であったと考えられている。第1埋葬の埋葬儀礼後に第4埋葬が構築されたため、掘削範囲と重なっていた一基が消滅している。第1埋葬母校お及び第4埋葬から出土した在地土器は、丹後地域の弥生時代土器変年における。 弥生時代後期末の西谷二式診断会に該当する。西谷二式診断会は、他地域での出土例から、機内では、巻き向く二類、または、庄内霊式、一式との平行関係が推定される。また、第十二周辺埋葬から出土した時は、後続する、西谷三式であり、機内の省内一式の内小型機台が出現する、時期に相当する。赤坂今井紛母は、 西谷二式新段階に築造され、追走は西谷三式まで継続されたと考えられる。庄内式に並行する時期は、弥生時代終末期とも称され、史跡して理由において終末期とされているのは、このためであろう。歴年代は、参考資料によって二世紀後半から三世紀前半までの間で異なった記述が見られる。将来例式であれば二世紀後半。 将来一式であれば三世紀初頭になる。母校上に園歴を付設するなど二世紀後半の縦付きや酔い紛糾母からの影響が考えられるため、後続する二世紀末から三世紀初頭が適当であろう。近年、放射性炭素年代測定法を用いた研究が進展しており、将来一式は二世紀第三四半期になる。将来的に歴年代と、 土器変年の対応が改められる可能性があるため、本記事では、歴年代の記述を行わない。ありがとうございます。